ビニールハウス、または、プラスチックハウスとは、木材または鉱材を固体とし、合成樹脂のフィルムで外壁を被覆した、作物栽培のための農業施設である。被覆材料には、農業用ポリエンカビニルフィルムが使われることが多い、ことから、ビニールハウスと、一般的に呼ばれる。また単に、ハウスやポリエンカビニル以外の被覆資材も、多いことから、プラスチックハウスと呼ばれることもある。 和製英語であり、英語ではグリーンハウスの一形態である。一般的にイメージされるビニールハウスは交換を区体としたものが圧倒的に多くパイプハウスと呼ぶこともある。構造すべてをフィルムで覆う場合と、降雨による農作物への影響を防ぐためにハウス上面だけを覆う場合がある。上面だけを覆う栽培方法は雨よけ栽培と呼ばれる。 作物栽培に利用する農業施設としてビニールハウスという故障が現在も一般的に使われる。しかし実際にポリ塩化ビニルフィルムを使用するビニールハウスは43%で減少傾向にあり48%は脳、美よりも軽くベトつかない特徴を持つポリオレフィンフィルムを使用している。また特定波長域の光の透過を制限する資材や 入社口を散乱させる資材など様々な機能性を有する資材も開発、実用化されている。こうした現状から様々な資材を包摂するプラスチックハウスの名称が正式に使用される。プラスチックハウスの設置面積は昭和40年代頃から増加を続け、1999年には幸い実面積で約5万1000ヘクタールを超えたものの、近年では 農産物価格の低迷や後継者不足、高齢化に伴う農業全体の縮小傾向と負を合わせるように面積も横ばい内種い減少傾向にある。これは温室の設置面積の95%以上を占める。工術のフィルムの種類のうち、ノーオ o や硬質フィルム、硬質板を用いた鉄骨を構造部材とするハウスもあり、これはプラスチックハウスであり、同時に 鉄骨ハウスであるという区分となる。被覆資材による区分は、プラスチックハウスとガラス質であり、本校ではプラスチックハウスのみを扱う。なお、以下において、プラスチックハウスのうち、パイプハウスであるものを一般的な故障に習い、ビニールハウスと表現する。鉄骨ハウス、編集、H 型工や家系工を、合掌や柱に、C 型工を主に使用する。 設置コストが非常に高い。鉄骨補強パイプハウス。編集屋根に曲げパイプを用い、鉄骨と組み合わせて補強したハウス。地中押し込み式、パイプハウス。編集最も簡易なハウスで、基礎を用いず、剣部で曲げられたパイプを地中に挿入し、胸部で2本のパイプを接続し、胸方向に配した重やパイプで補強する構造。ポリエンカビニルフィルムは保温性に優れるものの、 耐候性に乏しく劣化したポリエンカビニルフィルムは非常にもろく破れやすい。このため、より耐候性に優れる農業用ポリオレフィン系フィルムやフッ素樹脂のフィルムが開発されシェアを年々拡大しており、これらを含めてビニールハウスと故障する場合も依然として多いが、近年はプラスチックハウスという故障が使われている。ハウス内の湿度上昇や霧の発生を抑制する。 機能や紫外線の透過を抑制する機能など、栽培用途に応じた機能を付加したフィルムも多く、開発されている。使用済みのフィルムは産業廃棄物であり、許可を得ず農家が個別に処理することは禁止されている。このため、他の農業用使用済みプラスチック製品と同様、行政と農業団体、農家の取り組みによって、回収、処分及びリサイクルが行われることとされている。 コリエンカビニルフィルムのリサイクル率は2003年現在で約60%となっている。以前は不要になったビニールハウスが野焼きされ、ダイオキシン類発生、悪臭などの害が問題になることがあった。パイプは通常亜鉛などでメッキを施されており、サビの発生を抑えている。パイプの外計は規格化され、19. 1 9 1トル。 22.2mm、25.4mm 22.、28.6mm 25.、31.8mm 28.、38.1mm 31.、42.7mm 38.、48.6mm 42. 48.、mm、のものがある。一見中途半端な数字に見えるが、これはインチを基準に定められたためである。パイプ同士は V に応じた金属製の継手により接続される。 溶接などにより直接接続されることは少ないので、組み立て、分解は比較的容易である。ビニールハウスの骨組み以下は、パイプハウスについて説明する。最も簡易な構造のものでは、あらかじめ湾曲させたパイプを互いに向かい合わせ、一旦を地面に刺して、もう一旦を継ぎ手で連結し、アーチをかたどる。このアーチを奥行き方向に延長したものが、基本的な骨組みとなり、 必要に応じて、筋替などの補強を行う。降雪の多い地域では、ビニールハウス内に針を渡す大切仕様のものもあるが、パイプそのものの強度の限界のため、降雪の際にはしばしば倒壊などの被害に見舞われる。被覆フィルムは、一度天井部前面に転調した後、パッカーと呼ばれるプラスチック製器具や、金属製の専用器具によって、パイプの各部分に押し付ける形で固定する。 さらに、フィルムの上から、ハウスの横方向に、プラスチック製の紐を渡して補強することがある。固定されていない転調したフィルムは風をはらみやすいため、少しの風でも転調、固定作業は難しくなる。時には突風により、作業者がフィルムごと飛ばされる事故も起こるので、フィルムを貼る作業は、無風条件下での作業が望ましい。大型のものになると、区体の部品は細分化され、 継手の種類も増える。また、横方向にハウスを連結した構造のものも見られる。現在では1構造体として、延べ面積が1ヘクタールを超えるものも珍しくなく、この規模になると、外見や機能面での温室との差はほとんどなくなる。このほか、メーカー独自の外形や形状を持つものがあり、ビニールハウスの大きさ、台風性、降雪量、経済性を考慮して選択される。 効率的に太陽の熱を集め、またが一気と遮断されることにより一定の温度を保つことができるが、農作物の生育に必要な温度が確保できない。場合は、保温、顔を行うため、暖房設備を併設する。他方、ビニールハウス内の温度が上がりすぎるのを防ぐため、換気窓や大型換気ファンを設置して、換気を行ったり、日照を抑える遮光膜を設置する場合もある。 換気には、ビニールハウス側面の皮膚を開閉することも有効で、あるが、人力による開閉労力を軽減するため、皮膚を巻き取る補助器具も開発されている。光合成に必要な二酸化炭素の欠乏を防ぐため、換気の他に二酸化炭素ガスを導入することもある。これは生育促進の目的で行われる場合もある。また、ビニールハウス内では降雨による、 水分補給は期待できないので、乾水設備は欠かせない。農作物の育病や栽培に広く活用される。他方、設置の簡便性を活かして、作業小屋や格納庫、蓄舎など、作物の栽培以外の多用途に利用されることがある。栽培の用途に供しない場合は、透明でないフィルムや、フィルム以外の素材で被覆することもあるが、この場合は、用途名の頭にパイプハウスをつけて、 パイプハウスと呼称されることもある。簡易な建造物であるため、仮設の小屋という解釈から税制上の家屋として、見なされないため、ビニールハウス自体に固定資産税はかからない。ただし、基礎を設けたり床面を、コンクリート打設するなどすると仮設の小屋とは見なされず、課税対象となることがある。ABCD、施設園芸の設置等の状況。農林水産省。 2018年5月16日閲覧。日本施設園芸協会。施設園芸。植物工場ハンドブック。農文教 AB。農業技術辞典ナロペジア。2018年5月16日閲覧。農業施設学会。よくわかる。農業施設用語解説集。つくば房。ありがとうございます。